深夜の25渡辺です。今日はですね、深夜の25チャンネルにいつもお世話になっているひろゆきさんの奥様である西村ゆかさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。初めまして、西村ゆかです。よろしくお願いします。今回ちょっとなんでゆかさんにこう取材をさせていただきたいと我々が思ったかっていうところなんですけど、以前ですね、あのタップルっていうマッチングアプリがありまして、その取材でひろゆきさんがもし今独身だったらどんな風にマッチングアプリを使いますかみたいな、そういう取材をしたんです。なんですけど、結構そういうテーマだと照れてるのか、まともにはこう答えていただけない感じがあったんですよね。なんで言ってることが本当なのかとか、実際のところのひろゆきさんの恋愛観とかどうなのかみたいなのをゆかさんに聞いちゃおうかなっていうそっちの方が絶対リアルな話が聞けるなと思ったんで、ちょっと今日そういう趣旨でぜひ取材ができればなと。はい、頑張ります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ひろゆきさんとの一番初めの出会いとか、馴れ初めのお話を改めてもう一回聞きたいなと思ってまして、はい、当時働いていた某 IT 会社の上司にひろゆきと友達になっちゃったみたいなことを言われて、でひろゆきってあの2ちゃんのひろゆきですかみたいなことを言って、そうだよって言って、はいはい、でどこで知り合ったんですかって言ったら、はい、ネットで友達になったっていうから、それ別に友達じゃないじゃんって思いつつ、はい、でそこで私もちょうどコミュニティとかそういうのの仕事をしていたんですけど、知らない人と話したりとかするのはすごい苦手で、そういうのってちょっと仕事をやる上で良くないんじゃないかなみたいなことを思って、はい、上司が自慢してたのを聞いて、私もそういうことをやってみようかなって思って、ひろゆき君を探して友達申請をしたら、 1,2 時間後ぐらいに承認のメールが来て、あ、すごい友達になったみたいな風に思って、ひろゆきさんももうみんな知らない人だけど、とりあえず来たら承認するかみたいな、多分そういうことだったと思うんですけど、はい、私はなんかそういうのがすごい苦手だった人間だから、はいはい、あ、すごいこんなことで友達になれるんだみたいな感じで、自分の殻を打ち破ったみたいな、なんかそういう出来事があったんです、はいはい、それが最初につながったきっかけです、はいはい、その1年後ぐらいとかに、2004年ぐらいなんですけど、日本でも SNS が流行って、同じタイミングでブログとかも流行ったんですよ。でその時にブログサービスがやってたイベントで友達に呼ばれて行ったら、ひろゆきくんもいたっていう、それがリアルで出会って一番最初なんですけど、私のその誘ってくれた友人とかもひろゆきがいるみたいな感じで盛り上がってたんですよ。みんなで挨拶をしに行こうみたいなので、はい、誰が行くみたいな、本当になんか可愛い女の子を見つけたかのような感じで、はい、どうするどうするみたいなことを言ってるのを私はこうぼーっと見てたら、はい、俺たちが行くより植木さんが行った方がいいんじゃないって言われて、はい、なんでって聞いたら、はい、いやだってそうやって SNS でつながってるし、すいませんって声をかけて、ひろゆきです、あの、分かりますかって言ったら、はい、あーって言って分かってくれて、で初めましてっていう。あ、そうなん、 SNS でやり取りもちょっとしてたってことなんですか。はい、やり取りしてないと思います、ほとんど。 SNS って写真載せるじゃないですか、サムネイルに。で自分の写真を載せてたから、はい、多分それを見てあーって分かったみたいな、だから、あー、よかった、分かってくれたって思って、行ったら、行きなよって言ってた人たちがバーって来て、すいません、ひろゆきさんですよね、はい、みたいな感じで、あのみんながあのご挨拶をっていうのになったから、なんか私の役目は終了みたいな感じで、それで話して終わりみたいな。っていうところから、うん、いわゆるそのね、お付き合いするまでのこう感じっていうのはどういう、で私は多分もうその30分ぐらいして疲れたから帰ろうって思って、はい、で帰る時にばったり会って、あ、もう帰るんですかみたいなことを言われたから、帰りますって言ったら、はい、じゃあまたみたいな、よくある会話をして、うん、その場を私は去って、そしたら翌日か翌々日ぐらいに彼からメールが来ていて、今度よかったら焼肉とか食べませんかみたいな、なんかそんな感じで、はい、行きましょう行きましょうって、うん、その多分焼肉はみんなで食べたんです、2人じゃなくて、彼の仲いい友達を誘って、はい、で私も友達を1人連れてってみんなで焼肉食べて、はい、その後彼の家に行ってみんなでおしゃべりをしてて、その時に乾燥唐辛子を食べるみたいな、よくわからないゲームをやりだしたんですよ全然わかんないです。どういうゲームなんですか？彼と彼の仲いい友達っていうのはギリギリのチキンレースを楽しむみたいなのが大好きみたいな感じだったんですよ。ひろゆきさんも好きなんですか？好きなんです。お前これ食べれるか、はい、みたいな感じの話で、余裕みたいな感じで、はい、それで、はい、私がこう見てたら、見てるだけじゃダメだみたいなことを言われて、何言ってんだろうこいつって思って
私が別にいいよ食べないみたいなことを言ってたら、はい、無理やりなんかね、はい、キスをしてきたんですよ。え、どういう展開に？自分で食べて、はい、それを私に口移しで食べさせるっていう、はいはい、テンションが上がっててやってきて、私が、まあ、何やってんのみたいな感じでパンってちょっと平手打ちをして、他の友達も、はい、お前何やってんだよって言って止めたっていう、はい、それを彼はその時にキスをしたみたいな話にしていろんな動画で触れ回ってるんですけど、うん、それひろゆきさん自分で言ってる話なんですか？自分で言ってます。なんかいろんなとこで言ってます。若干武勇伝的な感じで言ってるから、はい、全然武勇伝じゃなくないってこっちは思ってるんですけどっていうところからこう始まっていくっていう。ひろゆきさんからでもそのね、一番初めに誘ってきてみたいなことがあった時点で、うん、話した時に好印象をこう抱いていたんでしょうね、絶対に。そうなんですかね。朝会社に行くとチャットとか立ち上げとくじゃないですか。自分がこうログインすると必ず私におはようって言ってきて、割と毎日喋ってたんです、はい、すごい意外ですね。でももうその時点で何かあったんですね、ひろゆきさん的には。いい印象を持ってくれてるのかなっていうのは伝わってました、うんうん。でもそういうのがあって何回か会ってるうちに、じゃあ付き合おうかって話になっていくっていうことですか？何回か会って一緒にいる時間が長くなって気づいたら付き合ってたみたいな。ゆかさんとしても、あ、まあひろゆきさんいいかもなみたいな思ったとか、その辺はどうだったんですか？うん、多分そうだと思います。で最初はね、なんか割とこいつ何なんだろうっていう印象だったんですよ。私が結構大怪我をしたことがあって、うん、会社帰りに家に帰る途中で階段があるんですけど、はい、そこからね、はい、15、6段転げ落ちたっていうことがあって、はい、右半身を全部打撲しちゃったんですよ。で松葉杖生活みたいな感じだったんですけど、はいはい、後日その話をしたらチャット上なんですけど、すごいマジウケるみたいなことを言ってきて、え、なんなの、すごい腹立つんだけどって思って、こっちは痛い思いしてって。そうですよね。こいつないわって思ってたら、 2,3 日後にひょっとして大怪我だったりするのみたいな心配の連絡が来て、はい、それで、あ、なんだ、はい、心配してくれてたんだって思って、大丈夫じゃないけど歩けるっちゃ歩けるよみたいなことを言って、そしたらなんか何か必要なものあるとか気にかけてくれたりとか。優しい。そう、うん、結構優しい人なんだなって思ってたんですけど、うん、また後日ヒゲさんたちと一緒に会って喋った時に、はい、ヒロさんね、レキさんがそうやって階段から転げ落ちたってめっちゃ大笑いしてたよっていう話を聞いてこいつやっぱりムカつくなみたいな感じでややこしい人だなって思いつつも、でもちょっとそのギャップで惹かれるところもあったみたいな感じですか、うん、まあ、優しい一面もあるのかなみたいな風に思ってて。いや、すいません、なんかたくさん聞いちゃって、いやいや、なんか僕もニヤニヤが止まらなくなっちゃうんで、本題にそろそろ行こうかなと思って、はい、タップルっていうマッチングアプリなんですけど、こんなデートがしたいみたいな、そういうことをきっかけでたくさんの人とマッチングして出会えるみたいな、うん、そういうコンセプトのアプリでして、会員が今700万人いるんですけど、まあ、20代でいうともう2人に1人ぐらいが利用経験があるっていうアプリになってまして、趣味とかやりたいことでマッチングするんで、そのマッチング率の高さっていうのは結構売りで、うん、新規登録から24時間以内にお互いがいいかもってしてマッチングする確率が約9割になってるっていうぐらいのすごい高いですよね、うん、そういうアプリなんですね。で毎月約1万人ぐらいのカップルが誕生してると、うん、そのアプリを昔ひろゆきさんに紹介してまして、はい、いくつか映像を見ていただきたいんですけども、プロフィール写真を選んでもらったみたいなところがあったんですね、うん、自分だったらどの写真選びますかみたいな、はい、ちょっとじゃあ少しだけ見てもらいますか。はい、写真をねちょっとこれ登録したいんですけど、ひろゆきさんだったらどんな写真登録します？一番顔が小さい、あの真ん中の一番左ですね、これ。なるほどね。オスポニョスっていう有名なブレイキングバッドっていうドラマの中で出てくるお店の壁で撮ったやつで、はい、アメリカのアルバカーキで撮ったやつなんですけど、はい、トモさんこれどうなんですか？3枚目だったらいい、はい、っていう写真ですかね。ひろゆきさんこれを自分だったら選ぶって言って、うん、どうですかこれこの写真ね、私が撮ったんですよ。彼が言う通り知ってる人は知ってるから、これを見たら、はい、あ、ここ行ったんだと確かに分かると思うんですけど、私が自分でマッチングアプリとかを使ってたらスルーして感じですね。だって全然顔も分かんないし。ひろゆきさんあんまり顔を出したがらないっていうか、うん、顔が小さく写ってるやつがいいって自分でおっしゃってたんで、さっきちょっとお話しした私が一番最初に知り合ったきっかけの SNS、はい、でも顔が見えなくって上から撮られてて、うん、こういう感じで、あ、そうなんだ、
でなんか飲み物をこうやって飲んでる写真だったんですよ。多分彼はどんな写真を使っても、はい、もしひろゆきであるっていうことが分かってたらもう関係ないじゃないですか。彼がこれを選ぶっていう理由は私は分かるけど、私が彼氏を探してて、はい、マッチングアプリを使ってたとしたら絶対スルーする。なるほど、はい、でも顔もね整っててかっこいいけど、なんかあんまりその辺って出したがらない感じですよね。興味ないんじゃないですかね。そういうちょっとよく見せてそういう思いが多分ないと思います。ないですよね、うん、企画で変装させられてちょっとイケメン風に撮らされるみたいなぐらいしかなくて、そうそうそう、うん、でもそれも実はすごい嫌で不機嫌なんですよ。あ、そうなんだ。そうそうそう、じゃあ断ればいいのに結構断らないですよね、ひろゆきさんって。これ私の予想なんですけど、多分それをやることで番組がちょっと盛り上がるじゃないですか、はい、見てる人とかがわーとか言ったりとかして、はいはい、自分がやりたくないけど結果的にその番組が盛り上がるんだったらやっていいんじゃないかなっていう風にやってるっていう、はい、なんか多分彼の考えで、昔もニコニコ動画とかですごい変な格好とかいっぱいさせられて、でそれを見てる周りはすごい盛り上がってるけど彼自身は嫌だから不機嫌な状態で帰ってくるんですよ、はい、そうなんだ。化粧とかも自分で完全に落とすのがわからないから、ちょっと残った状態とかで帰ってきてすごいムスッとしてて、はいはい、で私がなんかそれに対してちょっとえ、なんなのそれみたいなことを言うものなら、これは僕の意向じゃないみたいなことを言って不機嫌として。いやでも頑張ってくれてるんだなって思いました。 それを聞いて、そう、家庭での不機嫌は消化できずに若干当たられて、はい、嫌な思いをしている私みたいな。本気で嫌なんだ。本気で嫌なんですよ。我々も気をつけます。あとあのプロフィールにいろいろ項目入れると思うんですけど、うん、マッチングアプリって、うん、そこでちょっと見てほしいのがあってですね、はい、年収はですね、この下のところにプロフィール欄で年収ってのがあるので、はいはい、これ初回デート費用ってそんなこと書く必要ある？こんな感じで全て払うか多めに払う、割り勘持っている方が払う、相手と相談して。あ、これなんて入れます、ひろゆきさん。僕割り勘ですね。結婚するのであれば僕割り勘のタイプですよっていうのが分かってない人に近づかれてもめんどくさいので。そうです、だからあるんですよこの項目が。お、ほう、割り勘の人と付き合おうっていう女性少ない気がしますけど大丈夫ですか？マッチング率どんどん下がってますけど僕のプロフィール大丈夫ですか？いや、いいんですよ本当に会う人とはマッチングするから。これで実際に当時とかって割り勘だったんですか、デート費用とかって？割り勘の時もあったし、ちょこっと彼が多く払う時もあったし、普通に奢ってくれる時もあったと思います。マッチングアプリ使うんだったら自分は割り勘って入れて、うん、それでもいいっていう人にしますみたいなことをひろゆきさん言ってますね、うん、多分ひろゆきじゃなかったらモテなそうですよね。ひろゆきだから許されるみたいな。有名のひろゆきくんじゃなくてただのひろゆきくんだったらスルーされそうだなって気がしますね。ちなみにゆかさんがマッチングアプリ使ってて、はい、たらどうなんですか、そのプロフィールで、うん、まあ、デート費用は割り勘にしたいですって言ってる人がいて、うん、でもそんな気にならないのか、ちょっと気にしちゃうのか。私はそんなに気にならないですね。ひろゆきさんね、あんまお金使わないイメージ僕強かったんですけど、はい、でもそんな感じでもなかったのか、実際は。彼自身は本当にお金使わないですね。私がこういうとこに行ってみたいなみたいなことを言うと割と一緒についてきてくれるけど、でもそれは多分私が行きたいからであって、彼が行きたくて行ってるわけじゃないっていう。観覧車あるじゃないですか。歴代彼氏と一緒に乗ったことがなくて、一度も。一回乗ってみたいんだよねっていうようなことを言ったら、乗りに行くって言って、で彼が割と水族館とかが好きだから一緒に葛西臨海公園に行って、一緒に水族館を見た後に観覧車に乗った、うん、なるほど。あとですね、どういうものが好きっていう情報でマッチングしたいですかっていうのを聞いたシーンがありまして、はい、じゃあちょっとウィッシュカードで海外ドラマで検索してもらってもいいですか。海外ドラマ、はい、いや食いついてきましたね、はい、ゆるきさんは。嬉しいです。海外、あ、じゃあ好きなドラマのロケ地を探して巡りたいにしてください。 あ、これですね。なんかあの好きなドラマの聞けば大体なんかどういうタイプの性格かって結構わかる気がするので。あ、おー、
日本のドラマってなんとなくみんな見てるんですけど、海外ドラマって結構シーズン長いし、そのレンタルしたりでお金かかるので、うん、好みのやつを時間とそのお金を使って投資して最後まで見るので、はい、なのでこの海外ドラマ好きだよねって言ってる人って大体こういうタイプの性格って割と予測しやすいんですよね。例えばこういうのが好きな人はこういう性格みたいな。主人公のアリーさんっていう人が、はい、あの弁護士のやつがちょっとあの日本語のドラマのタイトル忘れたんですけど、はい、歴代彼女それ好きなんですよね。へえ、それを見てる人はどういう性格なんですか。性格が悪い。ひろきさん。ひろきさん。すいません、ここはちょっとお見せするか悩んだんですけど。絶対これ使おうと思ってたでしょ。いやいや、これもあの使わせていただきましたけど。アリーマイラブっていう海外ドラマで、はいはいはい、私これすごい大好きで何度も見てるんですけど、はいはい、性格が悪いしか言ってないですからね。ひどいですよねこれ。性格が悪いってすごいいろんなとこで触れ回ってるんですよ。最近よくいろんな有名人の方一緒に対談している動画とかが多いんですけど、うんうん、そこでたまたま、はいはい、ひろゆきさんの奥さんはどんな感じの人なんですかみたいなことを振られると絶対に性格が悪いって言って答えて、はい、ひどい。でもそうするとそれ以上は聞けなくなるじゃないですか。みたいな感じ でそこで終わるんですよ。まあ確かにどういうふうに性格が悪いんですかってちょっと聞きづらいですもんね。そうなんです。まあでもゆかさん的にもまた言ってる場合ぐらいの感じにもう流せるんですか。なんかよくそれで性格が悪いって言ってましたよってその後ツイッターとかで来るから他にもっとないのかよって思いません。こんな感じで海外ドラマとか映画とかもすごい好きですもんね。好きですね。一緒に映画行ったりするんですか。映画よく行ってます。日本でも結構いろんなの見てたし、はいはい、でフランスに移住してからは、うん、コロナが始まる前まではね映画館の年パスみたいなものがあって、はい、決まったお金を払えばその1年間何回来てもいいみたいなのがあるんですよ。それを2人で買って週 2,3 回ぐらい見てました。うわすごい。それ一緒に行くんですか。一緒に行きます。彼は割とその払ったお金の元を取りたいタイプだから上映してる全ての映画とか見に行ってて使い倒すんだ。で私はそんなに興味のないものだったら別に行かなくてもいいかなって思っちゃうタイプだから興味があるのだけ一緒に行って、はいはい、それ終わった後とか結構映画の話題で話すんですか。自分でメモ帳にその映画のメモを作ってて5点中何点みたいな感じで、彼がその4点ってつけたものでも、はい、私はちょっと低くないみたいな感じでなんでそこが4なのみたいなそういうのをやり取りしたりとか。じゃあもう一個いいですか。タップルってやりたいことから出会えるっていうのが特徴なんですけど、はい、お出かけ機能っていうのがありまして、はい、こんなデートしたいっていうのを募集出すんですけど、うん、24時間以内でそれがこう締め切られちゃうっていう機能なんですね。なのでそれをやってから24時間以内にあ私もそれやりたいとかっていう人とこうマッチングをできるっていう、でその機能とかもひろゆきさんに一回見てもらったことがあるんですね。募集を今行っている女性が今表示されている画面で、はいはい、ここから募集をしている異性をいいかもしてデートにお誘いするっていう形の面が今映されている画面になってます。だからこういうデートがしたいって言ってる女性が並んでるってことですか。はい、そうです。いやなんか僕の一般的な感覚と違うんでなんかその、はい、古着屋巡りとかマジめんどくせえと思ってお前勝手に行けよと思っちゃったんですいません。ひどい。いやだって買いたいものあるなら一人で買いに行けばいいじゃないですか。そのなんか女物の服とか別に興味ないんで一緒に行きましょうよっていうくだりがありまして、モテなそう。確かにモテなそうな感じで言ってはいるんだけど、うん、でもゆかさんの話聞いてたら、はい、彼女になった人とかであれば行きたいって言ってたことをやってあげようっていう気持ちがあったわけじゃないですか。そうですね、はい、だからやっぱりちょっと実態は違うんだなと思いましたね。彼は古着屋巡り自体は興味がない、お洋服に興味がないかな。で例えば私と一緒に歩いていた時にたまたま見たい洋服屋さんがあったとして、で私がちょっとこれ見ていい、はい、って言うんだったら多分入ってくれると思うんですけど、そうじゃなくて私が今日は洋服屋さんに行きたいんだけど一緒に行ってくれないって聞いたとしたら自分は家にいるっていうタイプ、はい、でちなみに私も別に一緒に行きたいとは思ってないそもそもそもだって服に興味がないの知ってるし、私は自分で買いたいものは自分で買うタイプなので、はい、まあ言ってることはわかるけど、ね、モテなそうだなって思ってあとコストコが好きだって言ってましたね。大きくっていろんなものがいっぱいあるものが多分大好きなんだと思います。でもそこでお金使って爆買いしたいみたいな感じじゃないわけですよね。
これはお得だと思うとすごいいっぱい買っちゃうんですよ。でいっぱいいろいろ買うから結果お得じゃなくないって私は思ってるんですけど、どうせ食べるからみたいなことを言ってすごい連なってるポテトチップスとかパスタソースとかそういうものをすごいいろいろ買って、うんうん、そんなに無理して買わなくていいんじゃないのかなみたいなことをよく思ってます。買ったの忘れてるものとかもあって、チーズとかも賞味期限が強化したみたいなものをこれすごい安いから買うって言ってそのまま買ったことを忘れてカビだらけになってて食べれないから捨てるよって言って私が捨てるっていう、全然お得じゃないじゃんみたいな。意外とお得とかセールとかそういうのに踊らされてるひろゆきさんが、そうすごいね、コスパに弱いんですよ。そのお得っていうワードにすごい弱くてそれはちょっと面白いですね。お得とかに踊らされて買うなって言ってそうじゃないですか、キャラクターとしては。そうなんですよ。で物を増やすなみたいなことを言ってるんですけど、いろいろ買っちゃってるんですよ当時はなかったですもんね、全然こういうアプリってね。でも考えてみると私もひろゆきくんも別に出会ったののきっかけネットなので大して変わらないんじゃないのかなって思うんですけど、最近はそういうだからいわゆる出会うサービスとかの印象も全然、特に若い人だと変わってるみたいな。ツイッターで友達になるとかあるじゃないですか、はいはいはい、なんかそれと大して変わらないんじゃないのって思いますけどね。それがやり取りがしやすくなってるサービスみたいな、うんうん、他の SNS だったとしても、うん、そんなにマイナスイメージとか出会い系だからみたいなのが私はなんかあんまそもそもなくって、ただ昔はその出会い系サイトみたいな風に独立した感じでみんなが呼んでたから、うん、ちょっと怪しい感じなのかなっていうイメージは若干ありましたけど、うん、まあ今はね、うん、そこは変わってきてるのかなって思いますね。ということでいろいろお話聞かせていただいて本当にありがとうございました、はい、ありがとうございます。タップルにロトっていうのがありまして、はい、前回ひろゆきロトっていうのをやらせていただいたんですけど、今回ゆかさんロトっていうのをやらせていただきたいと思ってまして、キャンペーン中にタップルの有料プランっていうのを購入いただいた方に対してですね、うん、ご自身のレシートの数字と、はい、まあ、これからゆかさんに発表していただく数字、はい、これがどれだけのその数字が一致しているかと、うん、それに応じてタップルがお得に利用できるポイントだったりゆかさんの書籍旦那様はひろゆきなどがちょっと当たるというそういう取り組みになってます。はい、ということでゆかさんにぜひ5桁の数字を発表していただきたいんですけどよろしいでしょうか。はい、40331。40331ですね、はい、ありがとうございます。これなんか意味がある数字ですか。2004年の3月31日にあったイベントで初めて会いました、ひろゆきくんと。縁起がいい人ですね縁起がいい、ありがとうございます。あと今回タップルのアプリの中でゆかさんが書いてくれたあのオリジナル漫画を見ることもできるということになってまして、はい、テーマはもしゆかさんがひろゆきさんとタップルで出会っていたらというね、そういうストーリーでちょっと書いていただきたいということで、はい、出会うのかなって心配なんですけども出会うとしたらこういうストーリーだったらあるかもっていうのを必死に考えていただいて、うん、はい、人気漫画になってますんでぜひ気になった方はねタップルのアプリを落としてそれも楽しんでいただければと思います。タップルの URL は概要欄に貼ってますのでぜひ気になった方はアプリをダウンロードしてお楽しみください。ということで今日は本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。